J リーグ2クラブでね活躍されました長谷川選手、新加入初ベンチです。さあ今キックオフされました。長いボールまずは右に展開していったところ、タッチを割っています。臨場感のあるカメラワークで嬉しいです。由美さんありがとうございます。いつもデビのクリアです。さあ川本がダイレクトで右に持っていく。さあ佐々木隆太です。打っていったドライブ回転、負傷もなくですね元気に走っています。秋山、三原からもっとここで失うと危ない、これはカウンター遅らせなければいけません。三原が追っている。そして加藤も内に絞ってきた。さあ三原が絞ってなんとか刈り取れるか。デビソンナイスクリア。さあこの後間を抜いていきたい南葛。サイド張っています加藤。一つスルーがありまして、くすかみが抜け出していく。右サイド三角形が動いていく。中にくすかみダイレクト。中待っている。シュート打てるか。長澤から 足が当たりました。ファイルもないって言っちゃいましたね今ね。下部組織のちびっこです。伊藤がボールを持って、これは前を塞いでいきたい。縦、三原ナイス。ここを出しちゃいけない。ゴール失点。先制点は東京ユナイテッド FC。ダイレクトで前へ。さあサイドをえぐろうというところ、三原が追っている。三原しっかりマッチアップです。さあここを勝ちたい、塞ぎたい道をシュートになる。ナイスキーパ ー、おー河原宏樹キャプテンです。これはナイスキー、枠いってましたね。いやー言ってたと思いますね、今ね。さあおそらくこのプレーで前半が終了と、今長い方にする前半終了です。0対11点ビハインドでの、ハーフタイムということになりますけれども、 GM 前半振り返っていかがでしたでしょうか。序盤はね悪くない形だったんですけど、はい、やっぱり、前半の真ん中ぐらいからちょっと相手のペースになりましたね。そうですね、はい、後半村越が入ってきました。楠上純平選手11番に代わって、サイドアタッカーの切り札村越健太が入っています。長身選手はファーサイド。さあここで1点返したい。うわー先に触ったな南葛。村越の話してましたね、あいつ早いからなみたいな。後半から投入されてきました。よしいい位置、おナイスアキト。さあ狙える角度、ファーサイドからも詰めている、準備をしている。さあ玉城、玉城俊吾決まった。入ったでしょ。入りましたね。入ったでしょ。入ってない。入っ決まっていない。絶対入ったって。この角度からは入ってに見えたんですが、え入ってないの。まあ、ラインズマンが見て、えうわー、アシスタントレフリーは旗を上げずというところでしたけれども、新加入今日は初ベンチということになります長谷川優が入ってきます。 J リーグ山形大宮その他多くの、ね、経験を積んできました長谷川優。そしてサイズも非常にありますよね。はい、天本ボランチってすごい昔ですけどね。そして長谷川です。新谷の長谷川、前線で迫力があります。非常に体のサイズ、体強すぎるんですね。そうですね。でも今いきなりファーストプレー良かったですね。三原が寄せています。ナイス。さあ村越奪ってドリブルに行こうというボールですが、少し足に収まりませんでした。少し遅らされた格好。しかしここから得意の角度、いいアングルで捉えました。さあ村越、さあシュートまでいけるのか、いけるのか、村越健太、我々の目の前からすごかったな今の。来ました、これぞ村越という映像を送りできたかと思いますが、もうゴールに繋がってればね GM なおよかった。とんでもないドリブルでしたけどね、トラップミスからですからね。少しポジション下げてからの、これが村越健太です。得点への空気が出てきたように思います。下平の左足、さあ前の長谷川優です。非常に迫力のあるその動き、新加入の長谷川優です。すごいとこ来たな。岡本ダイレクト、縦に入れたボールに村越反応していましたが、ナイスナイス。下平よく見て、下平村越を見ていた。天才的だな。この辺りが下平の見事なところ。そして外を追い越している。3人の間、ナイスプレー村越、ナイスプレー。逆にニア、直接ニアというのもあるでしょうか。外狙った、誰かに当たればというシュート性のボール、セカンドボール。大きな歓声、小石カウンド上です。さあさあ長谷川のところにボールが上がった。競り勝つ中に来るが、まだあるぞ。
おお、ナイスプレー。激しくバックプレスに行きました。ワンツーからここは収められたくない。三原頑張れ。キーパーナイスディフェンスになりました。シミュレーションでしょ。逆にホイッスルありません。うん、最終ラインとの駆け引きを長谷川優とね、岡田翔平がかなりやってますね。縦に速い岡田、サイズのある長谷川です。いいシュート。おお、ナイスナイス。勝ち点を持って帰りたいアウェーゲームです。強い、高い、落としていきました。あとは村越、ね、可能性ありますね、あそこね、長谷川優のところ。はい、2人今競ってましたけど。いや、そうですね、上からニューニューニューって187センチです。ナイス。来た、縛ってフリーになる長谷川優。うわー、三原が蹴っていって、ファーサイド、長谷川優落としました。シュート打っていった玉城、まだある。うわー、惜しい。ナイスデビ、強さを見せる。さあ押し込んでいけなかったし、まだ時間はあります。関口から村越、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 中に上がる下平のクロスに突っ込め、長さがキープまであります。さあ龍のクロスに中で長谷川優。惜しすぎる。勝ち点1を取るためのラストパスはいつ入る。さあ村越、得意のドリブルに行くか。ふわっときたボール、長谷川優が行く。いや、とにかくもう前に運ぶしかないですね、今ね。急がなければなりません。さあ何としてもここで勝ち点1を持ち帰りたい南葛 SC です。ほな、オッケー、攻撃です。来ました。調子選手は長谷川優、そして龍、185へ。さあ頼むぞ南葛山脈。龍ユオン、そして長谷川優、185へのイボラ型来た。うん、先に触ったな、時ユナイテッド。三原、縦に入れていく。岡田が抜けていく。少し長くなりました。レフリーの時計、ここでホイッスルです。いや、1対0南葛 SC 敗れました。まあ、再三のチャンス惜しいところもあったんですが、終わってみれば1点のビハインドを打つことができませんでした南葛。